どうもモニナナです。こんばんは。ここどこ？これでかいでしょ。私のお家です。最近引っ越してちょっとこんな感じでやってみました。嘘よ。こんばんは。あ、すごい、フォローしました。フォローこのタイミングで。めっちゃおしゃれだって違うよ。これは会社です。大きな会社です。今日は突然すいませんね、お呼び立てしちゃって。お忙しいところすいません。お足元悪い中、なんかどうですか、右下からいっぱいハートが来てますけど。今日はね、まあみんなに話があるっちゃあるんですけど、まあ、楽しく話せ、お話できたらいいなと思って来たんで、なんか気軽な質問でも何でも話しましょうよ。顔のほくろ同じとこにある、これですか？これね、なんか突然できたの。これなんかこんなちょうどの黒目の真ん中の下にできるんだなと思ってびっくりしました。描いてるみたいですもんね。でもちょっと大きいかな。最近で一番楽しかったことは、一番楽しかったことは、ない。めっちゃ闇あるみたいな。あ、なんか楽しくないわけじゃないけど、やっぱりいろいろやりたいなって思うことがあるけどできてない、結構かな。なんかね、今日みんなに、そう、話したいことがあって、今日の22日あの配信シングル「バイバイマイセルフ」がリリースされたんですよ、実は。はい、はい、それでちょっと聞いてほしいなと思っておねだりしに来ました。すいません。なんで、まあ聞いてくれた方ももしかしたらいるかもしれないですけど、あの聞いてない方はぜひまた聞いてほしいのと、あのね、このあとちょうどたまたま21時からあのミュージックビデオがね公開されるんですよ。なんでそれをぜひ、しかもね、プレミア公開っていう、なんかこうみんなでなんか同時に 見始められるみたいな生放送的なので公開するんで、それでぜひみんなで見てください。私も見るんで、あのそしたらみんなでなんかあれしましょうよ、なんかウェーウェーみたいなコメント書くやつ。それでぜひ聞いてください、21時からね。もう一回流せばもう何回でも見れるんで、ぜひ。なんか新しい森縄って感じの曲やった。ありがとうございます。なんかね、森山直太朗さんが作ってくださったんですよ。すごいですよね。私も驚いたんですけど、そう作ってくれて、なんか私のことをイメージしてくれた曲でもあるんですけど、なんかとっても凛々しい曲で、
私はすごい嬉しかったんですよ。あんまりね、頼りないって思うじゃないですか。ヘラヘラしてるんでね、いつも。だからそういうかっこいい曲作ってくれたのすごくなんか嬉しかったですね。シャツかわいい、ありがとうございます。でもちょっと破けてるの、これちょっと買えないから、新しいの。ななちゃんのなんかグッズが欲しい。グッズ？いっぱいいるの、大人がいるんですよ。なんでね、困ってるけど、それは皆さんどしどし応募ください。欲しいって言ったら、そしたら何がいいかな、なんかみんなが使うの、扇風機とか。私の顔がこう一個一個にあって、もう回ってなんか何も出現するみたいな扇風機とかいいかもしれないですよね。私は何になりたいんだっていう。確かにタオルね、いいかも。部屋に飾ってもかっこいいようなタオル、どうですか皆さん。暑いですね最近。暑くなってきましたね。アクキーって何、アクキーとか、アクリルキーホルダーか、アクリルのキーホルダーか、私のだから、アクリルキーホルダー、メモ書いておきます。なんかね、この後ミュージックビデオが公開されるんですけど、それは結構新しいっていうか、なんかいろんな撮り方して撮ったんですよ。なんかね、なんていうの、写真をいっぱい撮ったりとか、ちょっとあんまりヒューと送られちゃうんであれなんですけど、17歳じゃないよ。いつの話をしているの。二十歳ですよ、もう。私ももう二十歳になりました。ね、写真撮ったり、そう、もちろん映像もいっぱい撮りましたし、だから、なんかどんな風になってるんだろうなって私もすごい楽しみで見たんですけど、あ、こんな面白って思いながら見てたんで、普通になんか、まあ、音楽も楽しむのもそうだし、なんか映像作品としても楽しんでほしいなって思う気持ちあります。そうちょっと緊張しますけど、広いからだって、なんかすごいさ、仰々しいっていうの、こういうの。私なんかのさ、だってさ、してんのかな、こう見て見てよ、こんなとこにさ、私一人でさいてさ、なんかはいとかって言ってやってんの、ちょっとこんな素敵なとこでやっております。どうですか、こういう動いたりしたの初めてかも、ね、せっかく照明用意してくれたけど、こんなおしゃれです。広い。そうなんですよ。だからね、なんか皆さん話の種ください。森七菜かわいいとか。そんなこと言っても何も出てこないですよ。何が欲しいんですか、そんな。なんか、そう、じゃあ一個みんなにお知らせというか、みんなとなんか仲良くなれるチャンスがあるんですけど、バイバイマイセルフ LINE ミュージックにて再生回数キャンペーン実施中らしいです。なんかね、いっぱい聞いてくれて、で
それをこんだけ聞きましたって応募したら抽選でそのこういうね、じゃーん、なんかこれがあのジャケットになるんですけど、バイバイマイセルフ、これに私がこれにビー書いてペー送りますんでそしたらうお受け取っておおってなって聞いてよかったって思ってくれたら嬉しいんです。で締め切りが7月の5日の23時59分なんで、もう時間ないですよもうだからといってね、空回しされても私ちょっとすごい寂しいんで、それはちゃんとあの気持ちで聞きたい時にね聞いてくれたりしたら嬉しいですけど、でもある意味競争でもあるんでね、皆さん頑張ってくださいよ。ツイッターどこで応募してるの、どこに応募したらいいんですか、ね、はい、これちょっと今急いで書いてくれてますすいません、私がちょっと知識不足で、はい、キュキュ言ってますありがとうございます。そこまで引っ張るんですか。ホームページにそれが載ってるんで、ホームページを見てくださいホームページを見たら全貌がわかるらしいです。なんかね、ホームページも結構なんか素敵で、毎回なんか写真とか変わるんです。だからその時にしかないホームページがあるんで、皆さんぜひ見てください。なんかね、ひょーんって出てきたりして、私はすごい好きなホームページなんです。実はオンラインミーティングとかしてみたい。おー、今時のねならではのいいかもしれないですね。確かに場所問わず行けるんで、あ、3A組めっちゃ好きでしたあれもう何年前なんですかね、何年前なんだろう、18とかだったか、2年前か。だいぶ私は昔のような感じがしますけど、だってさ、すっごいこう役的にはこう、うーってなる毎日、うん、こう教室で死ぬかもしれないみたいな感じだったから、なんか遠い走馬灯のような感じがしますけど私は。あ、でも3年組で好きになりましただって、え、4年前なの ?16 安い、2年前です、2年前。この恋温めますかで好きになりました、ありがとうございます。これは割と最近で楽しかったです。ありがとうございます。いろんな作品が、獣になれない私たち実は出てたんです、私幼少期でね。何か出る予定ありますかまだ言えないんだけど、あ、そう、舞妓さんちのまかないさんとかね、私がその主人公のキヨ、一人であるキヨを演じてお料理したりとか、舞とか、あの舞妓さんの話なんですよ。そうだから舞とか太鼓とかもやったんですけど、ちょっとぜひ本編見てくれれば、出口夏希ちゃんっていう、こう女優さんと一緒にあの主演を務めさせていただきまして、仲良くなれたのでよかったですさあ、あとね6分で公開なんですって。ドキドキしますよ私は。なんかもうそれで頭いっぱいでうまく喋れないわ。今から荒れるよ。もうできないんじゃないですかね私には。だってもう次も始まりますもん、私登壇しましたけど、次の新海さんの映画が。テストもうすぐなんで応援してほしいです。ファイトー、うん、
適当じゃないよ別に。大丈夫ですよ、ちゃんとここ持ってるんで、よろしく。今から晴れるよって言ってほしいのね、みんな。一回だけね。できるか。ねえ、今から晴れるよ。判定お願いします。丸。丸出ました。お二人のうちの二人中二人が丸出ました。本物だだって。もう一度新曲の見どころお願いします。いい質問ありがとう。仕込みなのかっていうぐらいいい質問だね君は。スタッフさんが送ってきてくれたのかってぐらい。新曲見どころはまずすっごい明るい、こうなんていうの、なんかこうなんていうんだろう、気持ちにもなれるんだけど、それ以上にこうたくましい強さが生まれる曲だなって思って、なんかこう背中を押される曲でもあるし、こう自分から背中を押されるっていう、何か起きた時にこの気持ちとかマインドっていうのって思ってれば、なんかこう自分から一歩踏み出すことができるような勇気をもらえる気持ちだなって、曲だなって思います。だから私はすごく好きで、あのかっこいいんですよね、とにかくこの曲の主人公の女の子が。だから私もこんな人になりたいなと思いながら歌ってました。どんな時に聴いてほしいですか。でもいつでも聴いてください。本当になんかキーワード聴いてほしいです。なんかこれを受け取らなきゃとか思わなくていいんで、なんかメロディーもすごく素敵なんで、なんかそのちょっとサビがね、バイバイバイマイセルフって言うんですけど、なんかちょっとキャッチーな感じでもあって、そういう軽々した気持ちでもぜひ聴いてください。あと2分になって寂しいですね。あっという間でした。ちょっとごめんなさい、始めるのがちょっと遅かったんですけど、みんなにはこれから見てほしいんで、ミュージックビデオ。みんなだいたい1個でしょ持ってる。ぜひプレミア公開で世界で一番目に見てください。あ、そうだ、明日ね東京 FM スクールオブロック生出演します。イエー。あのいつもはガールズロックスって言って、なんかこう一つのコーナーに出させてもらってる、授業で出させてもらってるんですけど、明日はそう小森校長と平京党と一緒にラジオできるらしい。だから私最近ペイさんの YouTube めっちゃ見てるけど、あ、会えるんだなと思って嬉しい。あ、そろそろ締めお願いしますだって。少しでも可愛い森田のちゃん見れてよかった。ありがとうございます。ラジオ聞いてください。ラジオっ子とかでね絶対聞くよって。ありがとう。さあ皆さん、このあと YouTube 開いてくださいね。そこよろしく頼むぞ。じゃあ皆さんよろしくお願いします。終わりますよそろそろ。でもまた機会があればなんかやってみたいなって思うんで、また何にもない時にでもね、なんでぜひ待っててもらえれば。あ、ジュになった、やばい。こんなきゃよし。じゃあ皆さん YouTube 行ってくださいね。ありがとうございました。私も今から見るんで、はーい、あ、今からカウントダウンだ。バイバイ。バイバイ、マイセルフ。ありがとう。